テップ70型はソ連運輸通信省が1973年から導入したコロムナ工場製の電気式ディーゼル機関車。客車列車圏引用に開発され、モデルチェンジを経てソビエト連邦の崩壊後の2019年の時点でも製造が続けられている。1960年以降、ソ連国鉄の非電化路線には旅客用ディーゼル機関車として 出力 3000hp という高出力のテップ60型が導入されたが、それ以降も旅客需要の拡大は続き、10連運転を前提とした2車体連結式の2、テップ60型が製造される事態となっていた。だが2両の機関車を同時に使用する状態では、メンテナンス費用が大幅に増大したほか、搭載されたディーゼルエンジンについても燃料や 潤滑油の消費量が多いという課題が存在した。そこで出力を 4000HP に増大させ短期での運用を前提とした最高速度時速 160km の旅客用機関車の開発がコロムナ工場を中心に行われ、1973年に最初の試作車が落成した。これがテップ70系である。 軸配置 COCO CO の両運転台式の箱型車体を有し、車体は軽量化を図るためアルミニウム合金を採用しており、テップ60型と比べて、車体の1平方メートルあたりの重量は0.14トン、軽い0.89トンとなっている。台車はテップ60型と同様の三軸ボギー台車を、用いるが粘着力を増加させるため車輪径が1220ミ、mm、リメートルに、 拡大している。また、車体下部には、台車の他に、燃料タンクや蓄電池が設置されている。ディーゼルエンジンは、コロムナ工場が開発した16気筒 V 型4ストローク機関である 2A-5D49 型を用いる。これを用い三小交流発電機である GS、GS-504A 型を稼働させた後、発生した三小交流を2組の並列式参照。 ブリッジ整流回路によって直流に変換し、BC-119 系直流電動機を用いて台車に動力を伝達する。また、搭載している回線ブレーキを使用する際には直流電動機が発電機として使用される。主要機器の冷却水は温度によって2つの系統が存在し、ディーゼルエンジンの冷却は高温の冷却水を用いる。 一方熱交換器や吸気インタークーラーには低温冷却水を使用する。制動装置には蒸気の回生ブレーキに加えて電子制御式空気ブレーキが搭載されている。1973年から1977年にかけて7両が製造された車両。ベラルーシ地域での営業運転も兼ねた試験では、テップ60型と比べて燃料消費量が10から12%、 削減されるという良好な結果が得られた。量産車の導入以降も営業運転に使用されたが、機器や構造の違いからメンテナンスに難があり、1990年代までに全車営業運転から引退した。2019年現在、テップ70から0007がサンクトペテルブルクの10月鉄道博物館に生体保存されている。 1978年から生産が始まったテップ80から0008以降の量産車は、試作車の試験結果をもとに大幅な設計変更が行われた。台車に設置されていたコイルバネやリーフ式サスペクションは、コイル式に統一され、静的たわみが 104mm から 170mm に増加した。また、リーフ式サスペクションの代わりに、 油圧式ショックアブソーバーが搭載され、軸受けの構造にも変化が生じた。これらの仕様変更により車体延長が 21700mm に変更された。また台車に搭載されている電動機も改良型の ED-121A 型となった。さらに、製造途中にもエアフィルターの構造をはじめとする設計変更が行われ、テップ70から0026以降は、 ディーゼルエンジンが燃料消費量を減らした2から 5D49 から2型に変わっている。ソビエト連邦の崩壊後も生産は続き、2005年までに569両が製造された。2002年から製造が開始された車種。旧ソ連時代に設計された TEP-70 型から大幅な近代化が行われた。最初の車両は TEP-70A 型という形式名だったが、 翌2003年にソ連国鉄の長官として鉄道発展に貢献したボリス・コンスタンチノビッチ、サランベコフにちなむ現在の形式に変更された。ディーゼルエンジンはより強力な16気筒、V 型4ストローク機関である 2A-9DG-01 型に置き換えられ台車にも改良が加えられている。これらの機器の制御及び自動を診断用として マイクロプロセッサシステムが導入され、メンテナンスの簡素化が図られている。また、車内には牽引する客車に電源を供給するための補助発電ユニットが搭載されている。前面についてもガラスがより強度を増したものに変更され、全消灯の位置にも変化が生じている。量産は2006年から始まり、ロシア鉄道のみならず、リトアニア鉄道、ベラルーシ鉄道、 ウズベキスタン鉄道など海外への輸出も行われている。客車列車のみならず2018年3月13日以降は ES2GP 型電車の非電化区間乗り入れ時の動力車として協調運転が可能なよう改造を受けた車両が使用されている。初期の車両については最高速度時速1 6 0トルであったが大半の車両は 減速比の数値を4.15に高め長時間でも安定した性能を可能とした代わりに最高速度が時速 120km に低下している。貨物用機関車として製造された2手70型と設計を共通化させた形式。ディーゼルエンジンや主電動機を含む 2A-9、DG-02 系動力ユニットを用い、出力が 3000kW に増加している一方、 客車への電源供給装置は搭載されていない。2006年から製造が行われ、2019年現在26両が製造されている。テップ70型よりもさらに強力な出力 6000hp のディーゼルエンジンである HD49 型を搭載した試作車。2テップ60型と同等の出力を短期で得られるよう設計された。テップ75型を改良し、 出力を増強するとともに、線路への負荷を軽減するため軸配置をボボボボに変更した機関車。1993年に記録した最高時速時速 271km はディーゼル機関車における世界最速記録である。テップ70型やテップ 70BS 型をもとに設計された2車体、連結式貨物用ディーゼル機関車。 2004年から製造が行われている。ありがとうございます。